先頃放送された田川陽介のローカル路線バス乗り継ぎ対決旅路線バスで鬼ごっこテレビ東京系にナバイプレイヤーの寺島進が出演。寺島はバスの車内で積極的に乗客に話しかけたり、チームの士気を高める発言をするなど存在感を見せつけたが、最後はチームを敗北に追い込む問題行動も起こしてしまった。それは最後のチェックポイントの手前、若葉駅で起きた。川越駅に向かおうとした寺島たちだったが、次のバスは1時間以上先。鬼の田川陽介チームは近くに迫っており、歩くかタクシーに乗らないと捕まるのは明白。しかし寺島は腹減った食べなきゃ持たないと言い出し、餃子でも食べてスタミナつけようと駅前の餃子専門店に入り、食事を始めたのである。そこに鬼の田川チームが駅前に到着。慌てて隠れたので発見はされなかったが、先行を許してしまう。これが敗北を決定的にしたとテレビ誌ライターは指摘する。食事などせずに逃げていれば、最後のチェックポイントを取ることができ、そのままゴールに駆け込むことができたかもしれません。リーダーの MATS 流松本敏夫は食事をしている場合ではないと分かっていたはずですが、敏夫への寺島に強く言えないように見えました。ほぼ同じ時間、若葉駅に歩いて向かっていた田川チームの須田あかりと副島淳は空腹を訴えたが、食べるより勝ちたい。終わってから食べればいい絶対今食事に行くべきタイミングじゃないと。一歩でも先に進むことを優先。寺島にこれができなかったのはなぜか。意識の低さを指摘されても仕方ないところだ。ゴールして負けたと分かった時、寺島は6回の裏までうちらが勝っていた。運も良かったし、7回の表から天気もそうだし流れが持っていかれたと話していましたが、流れを手放したのは寺島が。ご飯を食べたから、それが分からないとなると、バラエティ番組に向いていないと思います。寺島のせいで負けて通算成績が4勝5敗の負け越しになった MATS 流は、自分がコントロールできるタレントをキャスティングしてほしいと思っていることだろう。